はい、こんにちは、ナミの三昧です。2019年1月3日木曜日2時20分の仙台新報のナミ情報をお知らせいたします。今日のナミサイズ腰から腹、天気は晴れ、今日少し多めです。あと風はとても強い北西風が吹いています。ですが仙台新港側が10名、あと蒲生日向の前辺りが10名ですね。今日の潮回りは中潮回りで12時27分がプラスの1メーター26、でですね、干潮が20時7分ですね。今日の波質なんですが、今日もですね、ワイルドダンパーな波が多いですね。どうぞ、あまり乗れていないかもしれません。あまり乗れてないっていうか、ほとんど乗れてないですね。すみません、ちょっとね、前人が通ったので移動しました。そうですね、まあ今日も少しはね、ライドをしているところも取れると思います。それでですね、今日はですね、ここ来る前に、南蒲生の方を撮ってきました。後ほどね、この動画が YouTube にアップした後に、先ほど撮ったね、七北川の間近でね、撮ることができましたので、楽しみなと思っています。浜街道のですね、三宝橋のところから、崖のね、上を自転車で行くと七北川の河口まで今日はね、行くことができました。3月いっぱいでね、防波堤の工事もあって、遊歩道として、平日の使いになるので、ちゃんと七北川の河口のポイント目の前まで行けるかなっていう、チャリサーファーにはちょっと嬉しいかなと思ってみました。そうですね、高砂橋のところから多分井戸浜までね、ずっと、堤防続いてるんで、チャリだったらっていうかですね、梅田川のところですから、小鶴神殿の、梅田川の遊歩道からずっとですね、行くと井戸浜まで行けるという感じで、1時間ぐらいあればね、1時間もかからないで小鶴神殿から、井戸浜まで行けるかなと思って、まあ暖かくなったらね、ボード持って行ってみたいなと思っていました。カメラ振ります。
ガモ干潟の前いいですね。いやライドしてくれてます。今日はですね、北西風がすごく強くて、手がかじかんでいます。手先のないね、手袋してるんですが、今年の冬、今日が一番寒いかもしれません。
そろそろ時間となりました。本日もご視聴ありがとうございました。